歌手の松山千春さん。今まで数々の名曲を送り出してきた言わずと知れた大物フォークシンガー。今年でデビュー44周年を迎えたそうですね。先日コロナの影響でコンサートも中止されたと聞きましたが、今回はそんな生きるレジェンド松山千春さんの初期の曲のことも含めてどうされているのか調べてみることにしました。松山千春さんの生い立ちですが、本名も松山千春、1955年12月16日生まれの64歳、出身地は北海道和代町、学歴は北海道和代高等学校をなんと首席で卒業されています。父母と姉と弟のいる次男坊として生まれましたが、生まれて間もなく股関節脱臼となったため、その半年間の入院費捻出のために松山家は多額の借金を背負うことに。その返済が家計を圧迫してしまうのです。父親は十勝新聞を創刊して主筆まで務めていたのですが、新聞社社長といってもたった一人でやってる零細新聞社に過ぎませんでしたから、一向に生活自体は楽にはならない一方で、町長の不正を紙面で取り上げ、弱り目にたたり目というのか、それが裁判沙汰となり、圧力がかかって売り上げが激減し、家計はより一層火の車になってしまったのです。ですから幼い松山千春さんも家計の助けに納豆売りをしたり、母親のリヤカーに乗せられて廃品回収をして生計を助けたそうです。そんな貧しい環境の中でも松山少年のもとにフォークの神様が降りてきたのです。小学校5年生の時、姉の影響で海外のフォークソングに出会い、岡林信康を聴いてフォークの虜に。頭は良かったのですが、高校卒業後は進学せず、叔父の店の手伝いをしながら作詞作曲活動をしていたそうです。正真正銘の苦労人だったんですね、松山千春さん。今でこそスキンヘッドという風貌で、一見するとこわもてのお兄さんみたいですが、若い頃は長髪で精悍な顔つきで、女性から黄色い声が飛び交うほどのアイドル並みの人気でした。しかし当時から変わらないのは、傲慢で横柄とも取れる態度と口ぶり、照れ隠しなのかもしれませんが、虚勢を張ってるようなあの態度です。今でこそ誰も文句は言いませんが、若い頃は生意気だと批判も多かったのも事実。そんな松山千春さんのデビューのいきさつとは、19歳の時に出場した全国フォーク音楽祭帯広大会への出場でした。この時地元局 STV のディレクターの武田氏と出会ったことが、その後の松山千春さんの運命を大きく変えていきます。その時松山千春さんが歌った曲はデビュー曲にもなった旅立ち。なんと高校生の時に作った曲なんだとか。合格間違いないと思ったのですが、歌い終わった瞬間、武田氏の口からギターが悪いなと一言。間髪入れず、当時の松山千春さんは、俺はギターの品評会に来たわけじゃない、歌の批評をしてくれとくってかかったそう。いかにも松山千春さんらしい言葉です。結局全道大会に進むも、その音楽に対する自信が強気な態度に出てしまって、審査員からは総主観で当然のごとく不合格となりました。しかし武田氏だけは松山千春さんに地元の STV ラジオで15分のコーナーを任せてくれたのです。あんなことを言ったのになぜでしょうか。実はあの時の氏のあの一言の真意とは、君は素晴らしい歌を歌うのにギターがひどいのがもったいないという意味だったのです。ただそれからは毎週2曲の新曲を番組で発表するという条件だったのですが、実際松山さんは
半年間で48曲も書き上げたそうです。しかも、驚くのは、武田氏は、その曲をレコーディングし、デビューまでさせようとしていたのですが、会社に猛反対されてしまうのです。しかし、武田氏は、驚くべき決断をするのです。なんと、自分の退職金の前借りしてでもやる。その熱意に会社も折れて、念願のレコーディングが実現したのです。そして、たくさんの曲の中から、松山千春さんが選んだデビュー曲が、旅立ちでした。二人を結んだ、忘れることのできない曲。結果は、北海道内のラジオチャートで、見事1位を獲得し、一気にスターダムへと駆け上がりました。しかし、歌手松山千春を見出し、育ての親とも言うべき武田健二氏は、旅立ち発表直後の1977年8月、急性心不全により他界してしまうのです。残念ながら、松山千春さんの成功を見届けることができなかったといいます。松山さんは、その訃報に打ちひしがれてしまったそうです。その後、独特の北海道弁で喋る、ラジオ番組オールナイトニッポン、水曜2部のパーソナリティとなって、1978年シングル季節の中でが自身初のオリコンチャート1位を獲得し大ブレイク。以降も多数のヒット曲を出し、ニューミュージック界の騎手となります。恋愛や結婚、子供などのプライベートは松山千春さん。実は1985年に結婚されていて、娘さんも一人いらっしゃって、結婚相手の女性とは札幌のデパートで働かれていた2つ年上の金田貴子さんという女性、古風でつつましく優しい女性だとか。2人の結婚において大きな意味を持つのは恋という曲なのだとか。コンサートで歌っているさなか、貴子さんのことが頭に浮かび、札幌に戻ってプロポーズをしたというけじめの楽曲なのだとか。歌の内容とは逆の結末で良かったですね。が、しかし、当時、人気絶頂だった松山千春さん。猿大物との交際は噂されたのです。その大物とは、同じ北海道出身のシンガーソングライターの中島みゆきさん。当時、松山さんと同じく、オールナイトニッポンの月曜日一部を担当されていて、同郷のよしみで、みゆき、チャールと呼び合うほどの仲だったこともあり、二人の交際が噂されたのも当然だったのかも。また、松山さんが中島さんの番組にゲストで出演した時に昔話をしていて、中島さんが風邪で寝込んだ時、松山さんが彼女の自宅を見舞って彼女の母親と会って話をしてと語っていたことに対して、中島さんは特に否定せず、そんなこともあったね、と語ったこともあったとか。後に松山千春さんは、もし付き合ってたら紐になってた、と言ってますから、真相はどうなんでしょう。松山千春さん、心配される体調や病気については、たびたび危ない時がありました。1991年には自律神経失調症を発症したり、2008年にはツアー先で緊急入院して、不安定狭心症と診断され手術もしていて、2017年、糖尿病だったため、インスリンを打ったところ低血糖になり、またまた緊急搬送されたりしています。しかし、タバコだけはやめずに、吸い続けてることを自慢するなんて、ご家族も心配でしょうね。最後に、分岐点となった曲の話。銀の雨。もともとはセカンドシングルの A 面曲となる予定でしたが、悩んだ末、B 面曲としたそうです。なぜかというと、この曲を A 面にしていたら、アイドル扱いされ、自分も天狗になっていた可能性がある、と本人も語っていたことがあります。そこまで考えて選曲していたのは驚きですね。しかし、それもこれも、
もともとは松山千春という若者と武田健二氏との出会いがあったからこそ、もしあの時松山千春さんがあれほど自信過剰な言葉を吐かなかったら、果たして武田氏の心をそこまで突き動かすことができたのでしょうか。二人の出会いに運命を感じずにいられません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は恩師武田さんに感謝の言葉も伝えられず、その別れはくしくもデビュー曲の旅立ちの私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしないという詩そのものだったのではないでしょうか。これからもいい歌をいっぱい作ってください。それではまた次回お会いしましょう。